都会司祭ハンガリー科学アカデミー会員でもあり、何冊か本も出版している。ハンガリーやスロバキアでは、ダイナモト電動機の父とされ、偉人の一人とされている。ハンガリー王国のシシモという村で生まれた、ナジソンバトとポジョニで高校教育を受ける。1817年、ベネディクト会に入信し、その後は、 同修道会で研究を続けた。1839年まで、ベネディクト会の学校で講師を務め、その後40年間ブダペシュと大学理学部物理学科に勤めた。彼の有益な活動が新世代の物理学者を育てる重要な役割を果たすことになるとは、当時ほとんど誰も推察していなかった。1845年、イエドリクは、当時、 まだ学術の際に用いられていたラテン語ではなく、生徒たちの母語である、ハンガリー語で教え始めた。いとこで、言語学者のツツル・ゲルゲーは、彼に、物理学の語彙をハンガリー語で作ることを依頼した。イエドリクはハンガリー語の物理学の教科書を出版し、ハンガリー語の物理学の語彙を確立した。1848年には、学部長、1863年には、 学長となった。1858年からハンガリー科学アカデミーの客員となり、1873年には名誉会員となった。科学者としての研究においても同時大臣の先を行っていたが、1856年まで最も重要な発明である発電機の試作品について公表しなかった。大学の資産目録で言えリクが、 その発明品に言及したのは1861年になってからだった。その文書がイエドリクが発明者である証拠として役立つかもしれないが、当時イエドリクの発明は気づかれておらず、ベルナー・フォン・ジーメンスが一般にダイナモの発明者とされていた。1827年、イエドリクはライトニング、マグネチックセルフローターと名付けた。 電磁回転装置の実験を開始した。このプロトタイプでは、静止部品と回転部品の両方に、電磁石が使用されていた。1873年に開催されたウィーン、万国博覧会で、イエドリクは自作の平井バリを出展した。引退後もジュールの修道院に引きこもって、研究を続け、そこで亡くなった。イエドリク・アーニョッシュの描いた。 電話機の設計図。イエドリク・アーニョシュはダイナモの事例作用の原理を発明したことで知られている。1827年、ライトニング・マグネチックセルフローターと名付けた電磁回転装置の実験を開始した。この単極電気始動機のプロトタイプでは、静止部品も回転部品も電磁石となっている。基本的に、 永久磁石の代わりに互いに反発し合うように、電磁石が磁界を発生させることで、回転運動を生じさせている。イェドリクは1861年頃には、事例式ダイナモの概念を定式化しており、ジーメンスやホイートストーンより6年先行していた。磁力線を横切って、コイルが N 極の前を通過すると、電流が誘導される。 さらに回転していくと電流が減少するが S 極の正面に到達して再び電流が増大する。ただしその時に流れる方向は逆になる。この回転フレームが整流子につながっているため外部の電気回路には常に同じ方向に電流が流れることになる。ありがとうございます。